リコールルと炭酸のエステルである無色無臭の液体で可燃性があり、因果点は摂氏132度、発火点は摂氏455度である。消防法に定める第4類危険物、第3石油類に該当する。アーキナーート5000やテクサカル PC といった商品名で取引されている。炭酸プロピレンは刺激性で吸引するという害である。 高温では分解し、二酸化炭素と酸化プロピレンを生成する。ただし、水分のあるところでは分解して二酸化炭素と、プロピレングリコールを生成する。炭酸プロピレンは、極性非プロトン性の溶媒として用いられる。使われる頻度は、DMF やドマッソよりも少ないが、高い誘電率を持つため、1、2ジメトキシエタンなどの粘性の低い溶媒とともに、 リチウム電池の電解液としてよく用いられる。また接着剤、ペンキ除去剤、過疎剤や化粧品の中にも見られることがある。炭酸プロピレンは炭酸ポリプロピレン合成の副産物として酸化プロピレンと二酸化炭素から作られるほか同じ原料を用いて意図的に作られることもある。また、例えば酸化鉄と酸化塩からなる混合酸化物触媒を用いて 尿素とプロピレングリコールを使っても合成することができる。炭酸プロピレンには4位をキラル中心とする2種類の光学異性体があり、速度論的光学分割を利用することで、どちらも高純度のものが供給されている。ありがとうございます。